です。とうとうその日が来ました。カナダにおいてカンナビスリーガライズしちゃいましたよ。自分の人生の間にこんなことが起きるなんてと50代になる人がですねインタビューに答えている映像が今朝の日テレスッキリでも流れて、私はそれをスタジオで見ていました。そして僕はスッキリの中でタイマーの解説はさせてくれるのっていう目で周りを見ていたら、特になしみたいな、なるほど大丈夫その時を待てみたいな風に頑張っております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですねちょっと特別編成で、この番組中の間中皆さんとですね、この番組中とか言ってもうラリってんのモーリーみたいに、そうだね、頭の中でね昔ストーンドになったのを思い出して、それをこうサンプラーで呼び起こす、そういう記憶能力っていうか術を持ってるんで、私はいつでもなりたい時にこうトローンと、今のダジャレ分かってほしかった、トロンとなれる、ということで今日は最初から絶好調でございます。今日はね皆さんから大麻に関する質問を基礎的なことも含めてバシバシ受け付けられますので、ハッシュブロック FM にお寄せください。インタラクションでこの番組ディスカッションで進めていきましょう。とにかく、カナダでは、思考目的、そして医療ともに大麻、カンナビスが、解禁となりました。結果ですね徐々にカナダのその州によって全然その規定が少しずつ食い違っていたりするんですけども、まあ今から半年1年後ぐらいにはハッシュブラウニーといって大麻の入った食べ物を売ってもよくなるし、あちこちにも普通に皆さんカフェみたいなところでわーっていうアムステルダム状態になってきています。さあ今から1年の間に何百万人の日本の若者がアメリカ北米にね北アメリカに旅行するのかななんてことも考えつつ、これがじゃあ日本人にはどういう影響を及ぼすのだろう、そんなことをいろいろ考えながら大麻の基礎から今日はお話をしていこうと思います。まずはご機嫌な一曲で今夜のトーンを決めていきましょう。ゾンボイさんのSaints and Sinners, Booty Booty Techno. You can get high if you want to. See, you left me up, I never felt the high. Give you everything, you never act surprised. Everything I do is criticized. Not even in my mind. Do you paradise?So I let you go, let you leave. Go on your way, I'm not the man. So I let you go, I let you leave. Go on your way, I'm not the man. I had to let you go, go. 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 Go, 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 やばい、朝ごはんのデブリでいきます。皆さん地上波テレビで絶対タイマーの話俺ができないとか思ってるだろ。明日の朝8時テレビつけてみな。今夜は気持ちよさをいろんな意味でブリブリと追求していこうと思うカンブリ大使の森でございます。皆さんからのハッシュブロック FM、 私このパソコントラクターと Wi-Fi を同時にやると落ちるっていう鬼門がありますので、 iPhone で受けさせていただいておりますけれども、皆さんからメッセージ受けていきたい。そしてこの番組はいつものように映像で生中継していますので、そのリンクもハッシュブロック FM でお届けしています。
小学生のファンが見ているモーリーです。ですけども、セインツ&シナーズ同じ曲のゾンボイハブストラクトにミックスに乗り換えております。この後スピード調整してスローダウンさせるつもり。Yeah! Come on! ゾンボイSaints and Sinners, Have Strike Miss. Get high with me tonight.
イエーイ、ジュリアナ東京ということでですね、もう音を聞いてると自分の中でこう1980年代、つまり30年以上前に世界最強の THC 含有量の初めてのあのストーンと体験をした時がこう思い出されてですね、音に誘発されて自分一人でこうトローンとしてしまうんですね。それでね、いつもだったらここであまりにも気持ちいいから、ああもう行くみたいに次から次へと曲が目の前にこう現れてきて、次はこれをかければいいんだみたいにそこでだけコミュニケーションを取ろうとしてるんだけど、これをやるとタイマーリテラシーがとっても高いこのバイブス、あの超能力が作動してる人しかこれ伝わらなくなるんですね。ああ森さんはなんか天才の表情でいろいろモーツァルトみたいに、チベットのモーツァルトみたいになんか作曲するかのようにあの DJ してるっていうことは映像にも映ってあると思うんですけれども、あの実際に大麻についての議論はリテラシーとして皆さんにこう SD カードでピッと入っていないと同じ波長になかなかなれないということで、今日は曲をつなぎたい、行きたいっていう気持ちを我慢してですね、特に前半はきちんと大麻について話をしながら、脳内ではだんだんバターがとろけていってね、ホットケーキの上ですごいこう神保町に最高のホットケーキのお店があって、まあ、並ぶところがあるんですけども、あのオーブンでね30分あのお父さんが作ってくるまでずっと待ってて、あのどんなに混んでてもこうやって座ってあのホットケーキ待ち、できるまでに30分、食べるのに20分、あしまったシュープレ、すいませんホットケーキ食べてるんで30分くらいでいいですか、よくやるよモーリー、ごめんなさい、そういう毎日なんですけれども、あのそういうホットケーキのようなトロトロのバターみたいに僕の脳がだんだんとでーってなっちゃったら、もうあの喋る言葉の路列がだんだん回らなくなって、なんか日本を取り戻すっていう感じになってくるかもしれない。であの要は大麻っていうのがどうしてこうあの芸能人がラッパーとかですね、まあ、高野万所さんもお捕まりになり、高木沙耶さんもお捕まりになってるんですけれども、なぜそれがこう社会でこう害悪とされるのか、これでシャブと違わずこう憎しみを持って報じられ、まるで社会的もうなんか公民権剥奪ぐらいになる、どっから来たのかっていうことなんですけども、どうもですね、あの戦前まではまあ主に繊維とか あの利用目的、あるいはその天皇家に通じるお伊勢神宮、とかそういうところにこう神宮大麻とかあったりとか繊維の大麻とか麻っていうのは昔から日本のスピリチュアリティですね、神道の中でも大事な、あの役割を果たしてきたし、まあそういうところで日本人あのもう非常に朝はゆかりがあるわけですよ。で朝と大麻はまあほぼ同じなんですけども、その中のまあインディカ種とかいろんな外来種とか細かくねあの DNA 鑑定をしていくとそれは違うんでしょうけれども、基本的にあの朝酔いがそんなに悪いことではなかった日本の、近代化する前の時代っていうのはあったと思うんですね、鎖国中までは。でこれが、欧米化が進んで近代国家ができた中でだんだんと、国家ですね、日本の国民ではなくそれまで日本人だった、日本人とすら自分を考えていなかった加賀の国の人とか、あのビンゴとかね、ビンゴとかビゼンとか、あのそういう風に自分はこの自分の藩とかの人たちだった農民とかお侍がいつしか日本という国家、西洋型の国民国家がまあ作られて、その枠がまずそこ人工的なんですよね。でさらにこれがあの無理をして西洋化とか、あるいは帝国主義の真似をして朝鮮併合したり満州に開拓に行ってね、別に中国人には来てくれって言われてないけども侵略してるわけですよ。それでまあ戦争であの、ね、破滅的な戦争に向かってファシズム失敗しました。それでアメリカに GHQ ですね、占領されてる間に実は正式にあの大麻を禁止されるんですね。ここは非常に興味深いところで、大麻取締法、現在に至る大麻を取り締まっているそういうその芸能人が捕まった時に適用される法律なんですけれども、まあ噂レベル、ストリートレベルだと、まあまあ、今の今だともうあのパクられても1回目はあの書類送検、あでも留置場入るのかな、あのいろいろでもそんなにあの懲役に一発目で密売してない限りならないっていうのが、まあ、あのストリートレベルの定説なんですけど、それにしても刑罰の対象の刑事罰の対象の内容が非常に厳しいわけですよ、先進国の中では。それでそのもともとっていうのがその非常にねキリスト教の倫理観や道徳が強かった、プロテスタント的なキリスト教観が強かった GHQ があったのね。だからその日本と戦っているアメリカっていうのは民主主義を守ってるだけではなくですよ、太平洋戦争でクリスチャンバリューズを守っていた部分もあるわけですよ。そのアメリカ向け あのプロパガンダっていうのは我々 そのキリスト教的な文明と倫理をと民主主義、そこから民主主義っていうのはクリスチャニティから生まれたっていうのはアメリカの大義名分ですね。それを抜くと先住民に対して申し訳が立たないとか、黒人奴隷に対してこうね、落とし前を未だにつけてないからね、トランプさんも反動してるわけで、反動的になってるわけで、それで、まあ、とにかくそういうその
アメリカ その1945年時点にちょっと時計を戻したいんですけど、その時点でアメリカのクリスチャンバリューでいうとですね、自分たちの日本に進駐しているあの兵士米軍、GI がですね、こうおそこに朝が入ってるじゃないか、やったウィーファーじゃねえかみたいにトークみたいに吸ってしまうとこれはいかんと、すでにその第二次大戦の前からですね、リーファーマッドネスというこの映画、これ YouTube で検索していただければ分かりますけれども、もう一回タイマー吸った時そのまま窓を突き破って2階から飛び降りて死んじゃうぞっていうぐらい、あの大麻に対するこう悪魔化するキャンペーンがアメリカの中であったんですね。でその悪魔化キャンペーンっていうのは、まあ、元祖ポピュリズムとも言えるもので、メキシコ人の労働者が大麻を持ってきて日雇いで、あのメキシコからアメリカの国境を来て働いて、タバコを買うお金がないからそこに畑の横に自生させたあの安価な大麻を自分で吸ってたっていうのがメキシコ人非白人がやることみたいな、そういう差別でもって、そのレイヤーの中でリーファーがあの良くないことだっていう悪魔化するキャンペーンがこう重、だから人種差別と重なっていたっていう、そういう側面もよく指摘されるわけですよ。でそれのみならず、ちょうどそれよりもうちょっと前にね、あの中国人や日本人日系人に向けられたイエローペリルってご存知ですか、オーカロン、黄色い災い、まがまがしい黄色いあの蚊の論っていうことで、あの黄色人種が白人にあのの社会に増えすぎると彼らはそもそも人口が増えるのが早い、まあ、それは事実だったんですね当時では。加えて白人と結婚するかもしれない、そうすると当時の言葉でモンゴレルって言うんですけど、アイノコっていう言葉をもっとちょっとこう劣等人種が生まれるみたいな、あのそういうのがあったのね。あのヨーロッパではナチズムが吹き荒れる直前の時代だったんですけど、まあ、ある種間違った優生学とか、まあ、この前優生学については散々ね、杉田水脈さんのいろんな発言から優生学の導き出されるじゃないかみたいに身長45の時に散々こう語ったわけですけれども、そういうのの源流、いわゆる人種差別、レイシズム、白人至上主義、白人の人種をメキシコ人や東洋人、日本人、あの中国人から守れっていう、そういうあの政治的な動き、人種を小道具にした政治っていうのはもうあれですよね、20世紀の始まりぐらいからあったわけで、そのある種枝葉っていうか、その曲の選曲の乗り換えね、あのテックハウスからこうなんかビッグルームに乗り換えるような感じで四つ打ちから四つ打ちに乗り換えるようにリーファーマッドネスキャンペーンというのがあったと。そして1945年日本に入って戦勝国となったアメリカっていうのは進駐するんだけども、その GI がすでにアメリカでは散々大麻するなよ、大麻絶対するなよって言われて、若い人たちは吸いたくなるわけですよ、こっそりね。あのところがそこに堂々と自生してるから、うほやった日本に進駐してキャッハーになったわけですよ。それを GHQ は早速ダメー、すぐに全部切りなさいってなって、当時の議会の答弁 の議事録みたいなものをどっかのサイトで読んだことがあるんですけれども、あのなぜ朝を我々がこう処分して焼却しなきゃいけないのかわからないけど、とりあえずアメリカの本部が GHQ 本部のお達しではありますのでということで、排水口としてはいいダクダクと受け入れるしかなかったと、はーいみたいに。それが大麻取締法で、同じ頃ですね、そのクリスチャンバリューズがなんで生きてくるかということなんですけど、うん、もう一つはですね、そのセックスについて、つまり大麻とセックスっていうのは非常に近いところにあるわけね。快楽的である、あーぶっ飛ぶ、そうすると女性がやらしくなって、あーんいいわよ大体みたいに、それで決めセックなんですけれども、あのコカインをまあ小陰唇クリトリスに塗って、それを自分の羽につけてこうやってコシコシコシってやると、あーん違う生き方するわみたいな、それは冷たい生き方なんですけど、こっちはあったかい生き方みたいに、まあ、同じ記念セグでもね、あの右と左陰と陽、あの、まあ、それであの、ね、あのお酒を飲んだ女の人だったらセックスはできるけど、あのタイマーを吸った女の人とセックスなんかできるわけないだろうって今日反論ツイートが日中来まして、それでそれあんたやったことないからだろうって言うと、いろんな女性からいいねがついてましたね。まあ、ということで、あのそういうこともあったりして、要は性的にみだらなことと大麻の酩酊や気持ちよさ、ヒャッハーっていうのはこう、まあ、大体似てるところにあると。で それでクリスチャンバリューズに反するわけですよ。だからデブルなんですよ、サタンがあなたのここに入ってきてしまう、そうすると地獄に行くぞみたいな、そういうのを真面目にアメリカの白人倫理観っていうか GHQ を信じたところがあると思うのね。それでその中で赤線もダメだったの、 GI が。それで赤線ができた背景もここら辺も私もあんまりがっつり調べてないけれども、要は米兵が来てすぐにやっぱりどうしても戦争ですからレイプがあるわけですよ。敗戦国の若い日本人の村の娘さんを屈強な男があの乱暴したっていうニュースがしょっちゅうあったんだけども、米兵って書けないから検閲されるんで GHQ に新聞が。だから大男がとか屈強な男みたいに間接表現を作って、それを読んだ敗戦国の日本人は、あまた米兵に我々の娘があの一人レイプされたんだって納得みたいな。でそれをあんまり性暴力
が起きないように、そういうそのクルバ地区赤線みたいなものを日本の側からわざわざ作ってあげたっていうような経緯もあるみたいなんですよね。ところがクリスチャンバリュー GHQ からすると大きなお世話で、ダメダメダメ、西洋商品化しちゃダメだろうみたいに。もう一つ あったのはあれですよね、VD って Venereal Disease、 梅毒の心配があったんだよね、米軍の側では。だからいろいろあったので、とにかく禁欲的すぎたと。だから大麻のようなものもやめなさいと、日本に大麻取締法をやらせ、そして風営法っていうのはダンスホールで赤線でお客様が、じゃあ13番の人と踊りたいです、上に行きましょう、9番の人チェンジ、10番、あいいね、上に行きましょうみたいに、そういうダンスホールという形態をとって、実はクルワが運営されていたので、そこを取り締まるのがそのダンスに対する規制だったんですよね。で、まあ、そこも面白い話で、それが結局いまだもって、まかり間違ってですね、今の風営法の問題、クラブがね、要は深夜営業できませんっていう騒動、いまだに風営法っていうのは確かあんまり改善されてなくて、条例で特例設けてるのかな、渋谷とかは。だけど端っこにあって、その特別に指定されたここから離れた8クラブ8は摘発されちゃったわけですよ。だからもう全然その2020年のインバウンドに備えていません。でしかもこれらその風営法であるとか大麻取締法、要はクリスチャンバリューで作られた GHQ によってインストールさせられたこの法律がですね、 GHQ がいなくなった、日本は主権を回復した、そして経済成長も遂げた、ね、その間なぜか琥珀の中の蚊がですね、1億年間ジュラシックパークしてるみたいに、その時に吸った恐竜の血の DNA をね、それをクローンでまた復元しようというのがジュラシックパークですけれども、もう琥珀の中の1億年前の蚊ですよ。そういう状態で大麻取締法と風営法のそのスピリットっていうのが生きてるんですよね。でどっか禁欲的で、そういうフラフラみだらなみだりにやっていることが嫌いっていう日本人のその非常に保守的な部分、でもその日本人の保守的な部分も江戸の浮世風呂とか郭とか若衆とかいう時代は全然違ってて、やっぱりどっかでクリスチャナイズしたんだよね。それが先進国でよかれと思った。だから要は日本人の本当の原風景、例えば開国したての頃の日本人のええじゃないか的な原風景はレイブだったと。それをいろいろとこう、なんだろうな、欧米の真似っこをして背伸びをして脱亜入欧しようとしているうちに、いつしかクリスチャニティをこうどっかこう接合しちゃったんですよね。ところがそれがどうも元々ある日本人の原型質とうまく反りが合ってない。これが一番大きなテーマだと思うんですよ。それでもう一つはそのクリスチャンバリーの延長で、アメリカで60年代に結局ウォー・オン・ドラッグスが、始まるわけですよね。60年代に、サマー・オブ・ラブがあって、これはベトナム戦争に対する反対なんですけれども、その時に、まあ、そこら辺のその60年代のアメリカの激動の政治はもう皆さん個々に調べていただくとして、その一つ の出てきた副作用がニクソンだったかな、ニクソン大統領による War on Drugs だったんですね。麻薬との戦争。それでこの麻薬との戦争っていうのはどういうことをしたかっていうと、ヒッピーたち、要はアメリカの政府に立てついて反戦運動を展開してきた人ですね。で なんで反戦運動や市民の不服従みたいな非暴力、時には暴力化しましたけども、ほとんど非暴力だったアメリカの反戦運動っていうのがなんで起こったかっていうと、それはそうですよ、若い人たちがお金持ちのために前線に送られていって、命に序列があって、しかも何のための戦争か全然わからない。ベトナム最初は朝鮮戦争で韓国人と朝鮮人、まあ、朝鮮人同士ですよね、まだ韓国ができる、まあ、そのきっかけだから大韓民国とか、要はその朝鮮半島の人たちをお互いに民族で抗争させ合って、こっちはソ連、こっちはアメリカみたいに北と南で支援して、最後はアメリカ軍も入っていったんだけどね、そういう戦争があって、でもその頃にはまだ原爆をマッカーサーは使いたがってやっぱりやめろみたいな。でこれが今度インドシナに移るわけですよね、インドシナ半島に。そうすると東南アジアで、まあ、ベトナムの戦争があって、それでその時に北側のホーチミンをソ連、ロシアが応援をしていた、そして南側は、なんだっけ、アメリカが応援したんだよね。で南側は圧倒的に劣勢だったので、結局アメリカは徴兵制を敷いてドラフトっていうんですけども、ドラフト会議のドラフトと徴兵のドラフトは多分語源同じです。それでそのドラフトで連れてこられたフルメタルジャケットの映画にも描かれているように、もう田舎から出てきた白人の子が急にぬかるみの、ね、マラリア蚊がいるようなところで戦争させられて、もうわーってなってるわけですよ。それで
あのカラーテレビ と、ライフっていうカラーあの4色刷りの雑誌が、あの報道雑誌が大変ヒットしてた時代だったんですね。それでライフとかカラーフィルムで結局そこで行われている残虐な行為であるとか、あるいは虐殺があったんですね。村民村の虐殺をはじめとして、興奮した米兵士が極限の恐怖の中でそこに村人全員虐殺するとかいう事件があったりとか、あとはジッポーのライターでわらぶき の、 あの村民の農民 の、 あの家にですね、何気なにタバコ吸ってライターでピーって火つけて放火しているあの写真とかが報道で流れちゃったんですよ。でそういうのをずっとアメリカはその第1次第2次そして朝鮮戦争で知ることがなく、美化されたプロパガンダしか受けていなかったのが、急にリアリズムを知るようになったこともあり、そういうマスメディアが発達することによって若者が俺たちを勝手に吸い潰すんじゃねえよみたいな風になって戦争反対になったんだ。でその戦争反対が肌色賛成っていうあのツインズがいてですね、双子が。で戦争反対肌色賛成っていうのはフリーセックス、そしてそのセックスを解放するのがまた決めセクなんですよ。またここで大麻が入ってきて、大麻にあの付帯していろんなマフィアがあの配っていたいろんなドラッグ、ヘロインとかコカインも出てくるんですけども、南米のコカインとか、あとはトルコ産とか北アフリカ、え違うどこだっけ、あヘロインあれだあれだ、ケシだから、黄金のデルタ地帯ですね。その黄金のデルタ地帯も結局中国あ の、 の政府ですね、毛沢東との争いに負けた蒋介石がアヘンを作ってたんじゃないかな。だからいろいろあるんですよ、歴史に全部由来していて非常に興味深いドラッグの歴史っていうのは。それでもうその時もう一つ出てきたのが大麻だけじゃなくて LSD だったと。あのついてきてくれてない人もいますか。私の中でも当たり前のようにこのリンクこのリンクこのリンクって感じなんですけども、ちょっとスローダウンした方がいいかな。で要は60年代に若者がとにかくあの大人の世界を疑えということで、大人の世界のルールをですね、いわゆる公序良俗というものを一回全部否定して、まあ、ヒッピー的な運動もあったし左翼にもなった時代もあったし、要は反戦運動だった。そして黒人も白人と同等の権利、そして女性も男性と同等でフェミニズムみたいに、公民権、フェミニズム、反戦、これが全部一つの3本の矢になってリベラルっていうものができたんですね。今リベラルっていうのの原型はそこら辺にあると思います。でその若々しいもう20歳前後平均年齢のリベラルの人たちというか、本人たちも革命だって言ってたんですけど、その時に今大麻もコカインもヘロインも LSD もうわーってこうやってて、意識をぶっ飛ばしてもうこういうアメリカや資本主義から下脱しようと、むしろ東洋思想の方がいいんだって言って、一部はラジニー氏についてた人たちもいると。でその時にですね、ニックさんは今の大きな大風呂敷は実はこのウォーオンドラッグですね、麻薬との戦争の前哨戦なんですよ。つまりニクソンは本当はヒッピーを政治犯として捕まえたかった。ところがそれをやっちゃうと独裁の、要は共和党独裁でしかなくなるんで、ソ連と戦うために戦争をやってるのに、あっちは独裁でこっちは民主主義って言えないじゃないですか、建前上。ということは民主的な手続きで、彼らを自由に逮捕できる法律が欲しかった。それがアメリカ版大麻取締法であるウォーンドラッグズなんですね。そして大麻をヘロインとかそういう危険なあの中毒性が高い薬物、劇薬と同じレベルのスケジュール1という厳しさにわざと設定した。つまり大麻でいつでも別件逮捕して、しかも厳罰、刑事罰を科すことができる、これが多分ウォーオンドラッグズの当初の発端だったんですよ。反戦運動、反体制運動を潰すために別件で麻薬で言いがかりをつける、そして大麻が多分体に悪いとはニクソン自身思っていなかったと思う。一応彼は自分の支持者に向かってはね、そんな体を汚すような、ね、あの危険ドラッグはいけませんとかって言ってたんだろうけども、共和党が本当にやりたかったのはヒッピーを、とにかく大麻を持ってるのだったら誰でも持ってたから、中毒性も何もないし、だから大麻にだったらいつだって若者を引っ張れるわけですよ。だからずっと監視し続けて、そろそろこいつら元気になってきたから一人見せしみ捕まえるっていう時に大麻で捕まえればよかった。そして大麻で捕まえてスケジュール1だからもう 兵送りねっていうことで、まあ収容所に入れるようなもんですよ。中国がウイグル人を収容所に入れてるのよりは、まあ少しマイルドで中で拷問はしなかったと思うけれども、中国がやってるようにね。だけど結局そこら辺にウォーンドラッグズという最初の矛盾が生じるわけですね。でこれがですね、その後の、まあ、いわゆる大統領選とか共和党民主党がどういうふうに有権者の票を得たかっていうことにもこうつながって、ちょっとそれは複雑なアメリカの政治地図があるんですけども、要はウォーンドラッグズ、とにかく何度も何度も共和党 の、 あの票を得るあの器としてフィクションだったんだけども、とにかく役に立つ小道具として何十年か続いたんですね。そしてそこには今度は80年代になってくると、福音派という、まあ、今もトランプさんを支持している熱烈な原理主義のキリスト教徒の人たちがいて、まあ、この人たちはあのバイブルに書いてあることが文字通り起きると、そしてエルサレムウ
に、イスラエルの首都がエスラエルサレムに移転すると、そこからトリガーが起きてハルマゲドンが訪れて、最終戦争の先に良きキリスト教徒だけが救われる、それでユダヤ人も全員キリスト教徒と福音派に、回収するっていうすごいことを信じている人もいるんだけど、そういう人たちの政治的な結束力が強いんで、レーガンとかはそこを操ってですね、レイシスト福音派反中絶みたいな人たちをガッと人からげにして、でその人たちが共通で憎んでいたのがタイまで酩酊したデヘーっていう非白人的なものっていうのがあったわけ。クリスチャンワークエティック、キリスト教徒の労働倫理、これを逸脱したヒッピーみたいな人たちが一番嫌い、もう白人なのに裏切り者みたいな、だからそういうところに小道具として絶えずこうやってチャオチュールだったんですよ。共和党のチャオチュールがウォーオンドラッグスで、これ80年代はすごい、90年代もすごかった。だけど実際にコロンビアに確か軍を送ったんじゃないかな、コロンビア軍を支援し、アメリカも特殊部隊を送ったと思うんですけど、そのメデジンカルテルとかとそのコカインをいっぱい作っている人たちと戦っても戦っても結局アメリカ中にドラッグがいっぱい蔓延したことは防げなかったんで、まあ、失敗したわけですよね。それで、まあ、それずっとこれやり続けるともう2時間半になるんで、ここら辺で1回区切りますけれども、要はウォーンドラッグスが失敗したとオバマになっても認めちゃった、あれはフェイルドポリシーだったと。ということ でオバマさんも、チュームギャング、チュームっていうのはなんかこうチューンっていうタイをすることチューンって言うんですけど、チームギャングっていう友達同士で高校生の時にみんなでタイマー吸ってバスケットボールをフラフラになってやるのが楽しいなっていうギャングにいたって自分は自助点書いたんですよね。でそれ書いてカミングアウトして、コカインもやったけどヘロインはやってないよっていうことを言ったら、それがごく普通のアメリカ人がやってることっていうんで、まあ、ある種のミーツーですよね。すごく共鳴を得て2008年に大統領になるわけですよ。それでそこから、2期8年間すごくこう多様性が推進されるアメリカっていうのがあって、その中でも最初は医療大麻の合法化だった州レベルだったのが、だんだんと連邦レベルでも解禁していいんじゃないかっていうふうにオバマの時代にずっとこの機運はあったんですよね。で大統領選トランプ勝ってしまいましたけれども私の視点からすると、まあ、トランプ勝っちゃったなんだけども、その時にカリフォルニア州民投票も、大統領選の時に確か重ねていたような気がします。それで州民投票っていうのはアメリカではとっても大切で、州の自治っていうのは連邦法とイコールなんですね。でカリフォルニアという世界で何番目かの GDP を持つ一つの国家に相当する州がですね、州民投票によって今まで何とか否決したんですけども、医療だけではなく嗜好大麻も合法化しましょうということになったので、わーさあ大変だと、これは行くしかねえっていうことで、カリフォルニアが晴れてですね、最近今年かな合法化されたわけですよ。そうするとカリフォルニアも合法化しちゃっているオレゴン、ワシントン州、アラスカみたいにもう西海岸ビーッと行ってるわけですよ。それでその国境の下にはメキシコあるんですけど、メキシコも少量の個人所持をどんどんと合法化する方向に向かって、それは麻薬カルテルが出てくる。で次は麻薬カルテルと非犯罪化っていうのがどう結びついて合法化に結びつくのかっていう話をしなきゃいけないので、その前にですね、あなたは本当に私の友達ですかっていう問いかけで、フェイクフレンズバイラックス聞いてください。なんか俺ノリノリだな今夜、ニコ生っぽくなってる。やん、ニコ生はやめたつもりなのに。俺を引っ張り戻すんじゃねえ、俺はいつでも脱皮して次の段階に行きたいんだよ。みんなからのハッシュブロック FM での問いかけ、お問い合わせ待ってます。Fake things, man, I really got hoes. Fake friends, I really want those. Your fake friends, I really want them. Me and Lass got a new styley for them. Can I peek, cause I'm up in your ends. Your fake friends, I really want them. Your fake friends, I really want those. Your fake friends, I really want them. Your fake friends, I really want those. I take time when the rhythm and the flow. I got mine when I really get low. Fake things, man, I really got hoes. Fake friends, I really want those. Your fake friends, I really want them. Me and Lance got a new styley for them. Can I beat, cause I'm up in your ends. Your fake friends, I really want them. Fake friends, I really want those. Fake friends, I really want them. Fake friends, I really want those. Tap time when the rhythm and the flow.おかげさまでね、マーシーさんをはじめ聞いてる人たちがいろいろ私 のソースをツイートしてくれたんですよ。ビーフ・アン・マットネスが YouTube に上げられてるんで、これ後で資料として見に行ってください。もしかしたら30年代の映画だったかもしれない、白黒。
乗り換えちゃった。ホリーとデューリーダックスのファンキーファーム。この曲が終わったらちゃんと喋ることを約束します。おめちゃん気分が良くなったから今日は奮発して2つ目のレッドブル行っちゃうぞ。 Oh my god、 脳がどうなるんだよ。うん、まあそれでね、ちょっとかぶせて喋っちゃうと Harm Reduction という概念があります。あー気持ちよすぎて脳がねバター半分ブレーになってるんですね。骨盤と乳首で感じてほしいこのミックスです。行ってみて。ドルフィン・ジャックス君がいいこと言ったよね。タイムアレルギーの人たちは実は無害だ、有害だからじゃなくて、なんかこれまでの価値観が変わってしまうのが怖い。まあそういうことなんですよ。でもさ、 GHQ に占領されたままの日本にしがみついて、その時に日本にプラセンタ注射されたクリスチャンバリューにしがみついて、それが変わったら日本じゃなくなるってどういうこと？もうお聞きの皆さんがみんなもうカナダへのチケットを、ね、買ってすぐにストーンとなりに行きたいような曲ばかりかけてるんですけども、まあ、行ってこの曲のアーカイブを聞き返したらもうブリッて候って感じで最高っすよ。もう 2,3 ヶ月